時を司会のバラエティ番組ガチンコのコーナー佐野みのるのガチンコラーメン堂で見事な怒られっぷりと数々の名場面を残しお茶の間をにぎわせた。オーディション会場で退場を命じられパイプ椅子に座ったままみこしのようにつまみ出された。オーディションに落ち復帰を懇願するシーンで、俺はラーメンに胡椒はかけませんけど命はかけられるんですと言いながら佐野みのるにしがみついた。スープ作りで怒鳴られ、そんなに自分の味出せって言うんやったら僕がこの中入るわと寸胴を持ちながら逆切れした。毎日お店の仕込みに追われ、ストレスと不規則な生活により店をオープンして2週間で病院送りになった。入院中、従業員の給料や家賃、材料代の支払いで絶望していた時、テレビでガチンコの参加者募集を見つけ、藁にもすがる思いでの応募だった。